こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。青大豆の水煮を作っています。で、こんにゃくスライスしてフライパンに入れました。 IH の6にします。で、ここにキャベツを入れていきます。ちぎっておいたキャベツを入れます。で、蓋をして蒸し焼きにしていきます。はい、蓋をします。で、卵ですね。卵焼き、油をひいて、で、準備はしておいたんですが、卵 LL4 個に水を20から30cc 入れて、で、塩と和風だしの素を入れてます。いつもは塩卵焼きをだし巻き卵にしました。基本は塩卵焼きが好きなんですが、ちょっと硬くなりすぎるんですよね。冬なんで卵が水分少なくて、しっかりとギュッとこう栄養分が詰まっている感じです。僕の基準で言うと、夏はね、鶏が暑さで夏バテで水いっぱいの分って餌食わずに、だから栄養価に対して水分が多いのが夏の卵です。冬の卵はしっかりと餌を食い込むので、栄養分に対して水が少ないというのが卵屋だった僕の見解です。で、熱くしたフライパンに卵を注ぎます。ここ最近の卵焼きよりも水分量が多いと思ってください。あれしてますから、水をちょっと入れて、で、あれもしてますから、水をちょっと入れて、和風だしも入れてますし、卵がちょっと固まるまでの間は時間がかかりますので、醤油とレモン、醤油とレモンに、冷凍ネギで一味をかけてます。こんにゃくとキャベツで、この白菜とだいぶ内葉になってきましたから、白菜の内葉を、めくってサラダにして食べます。で、ある程度このタレを使ったら、これにマヨネーズを加える予定です。はい、卵焼き巻いていきます。ちょっと置きますね。そっか、今日は卵焼きいただきますね。だし巻き卵ではないですね。ちょっと失敗かな、今日は。慌ててちょっと火力を高くしすぎたのと、それと水とだしの素が入ってるんで、ちょっと緩いのかもしれませんね、いつもより。ちょっと塊が緩いですね。これは計算に入れておかないといけなかったですね。だからそれはそれとして、それはそれとして、できるだけうまく焼かないといけない。はい、だし巻き卵完成です。昨日おとついよりもちょっとふんわりと完成していると思います。
ていうか思いたいですね。せっかくのだし巻き卵です。はい、だし巻き卵完成です。だし巻き卵完成です。で、これに加えてキャベツですね。キャベツとこんにゃく、はい、ほぼ完成です。で、青大豆より前に、ね、これを早めに持ってきて、こんにゃくとキャベツの炒め物のこんにゃくをポン酢につけます。ポン酢につけますね。さっぱりといただきたいですね。こんにゃくを全部入れて、ポン酢で、ポン酢ちゃうわ、レモン醤油ですね。レモンネギ醤油、一味レモンネギ醤油にこんにゃくを入れます。ポン酢じゃないですよ。一味レモンネギ醤油。一味レモンネギ醤油です。しっかりと酸味を、僕は酸っぱいのが好きなんでね、酸味を吸ってほしいところですね。で、キャベツはもうちょっと蓋をしておきましょう。蒸すということじゃないですけどね。で、腹を膨らますための青大豆の水煮です。これはこれとして、肝心の体重ですね。しっかりと体重を測っていきましょう。今日はね、便秘気味です。便秘気味なんで、ゆっくりと、ただね、空腹感半端なかったです。すっごい空腹感なのは、レンズ豆のトマトスープがないからでしょうね。レンズ豆のトマトスープを食べてないので、カロリー的に少ないのかもしれませんね、青大豆では。はい、55.6。あんだけ空腹感があったのに 55.6 っていうのはちょっとあれですね。体重 55.6、体脂肪率 11.5、基礎代謝1324、内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 はい、確かめ算です。確かめ計測ですね。まあ予定通り順調な体重といえば体重なんですけどね、55キロ台が健康やと思ってますので、いい体重っちゃ体重なんですが、 55.7 キロ、体脂肪率 11.5。 はい、以上です。今日のサムネイルはだし巻き卵、こんにゃくとキャベツの炒め物、今はこれこんにゃくですね。タレは、一味、ネギ、一味レモンネギ醤油、一味、ね、レモンネギ醤油です。で、青大豆の水煮、白菜をサラダ、生で食べます。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。